皆さんこんにちは。稲わく TV の川島です。今日も動画をご覧いただきましてありがとうございます。今日は PDF というファイル、皆さんも扱ったことはあるかと思うんですが、その PDF というのは基本書き込むというものではなくて、一律同じ画面で閲覧ができるというものを目的にしています。 なので、書き込むにはどうしたらよいかというご相談がたまにあります。今回はいろいろな方法はある中、すべて無料で、そして安心ができるものをご紹介したいと思います。では、画面の方をご覧ください。先ほどもお話ししたように、PDF というのは、 一律同じように見てもらうためにもともとはあったんですね。例えばパソコンによっては Mac だったり、それから Windows だったり、今は iPhone だったり、他のスマートフォンだったりしますよね。どういうデバイスで、どういう機器で相手がそのファイルを見るかはわからないわけですよね。そのために必ず Word で作ったものをじゃあ人に見てもらおうか。 と言った時ワードがなければそのワードのファイルは開くことはできないわけだからなので一律同じようにということで PDF に変換したものを相手に渡すということがありますところが PDF に例えば字を書いたりっていうことがしたいということがあるじゃないですかそのためにはいろいろなアプリケーションはあるんですが有料だったりそれから注意点もありますその辺も踏まえて 今、稲市のホームページを表示して、そしてよくあるえ PDF ファイル、印刷をして、そして手書きでえ書いて、それで窓口に持っていくというのが本来の考え方だったと思うんですが、それをダウンロードして、え作業の方を行ってみたいと思います。では、今、稲市のホームページがあるんですが、えここに 証明書窓口申請用というのがあります。このブラウザは最近2回投稿している Microsoft Edge を使ったダウンロードになります。ではダウンロードのリンクをクリックします。するとこのように申請書の PDF ファイルが開きました。アドレスを見ると一番右側が pdf と書いてあるのがわかります。そして、え手書きとかができるんですよというのをちょっと前回やったと思うんですが、この手書きを押して、こう書いてみることもできます。ですが、これは、よっぽどじゃない限りは、それほど上手には書けないんですね。マウスで自分の字を書こうとすると、え結構綺麗には書けません。 なので、テキストで書きたいという要望が起きるわけです。まず、一つ目の方法を行ってみます。これをダウンロード、まずはします。では、この右側にある、上書き保存というのがあるんですね。これをクリックします。すると、ダイアログボックスが表示されて、どこに 保存をしまますすかと聞いてきますドキュメントが規定なのでドキュメント今回はドキュメントのままでいいと思うので保存ボタンをクリックしてダウンロードを行いますではエクスプローラーを開いてここにあるのが PDF ダウンロードしたものになりますではまず最初にワードでもできるようなので一応機能としては持っているのでちょっと体験をしてみたいと思います 普通にワードをまずは起動します。この状態で白紙の文章ではなく、開くをクリックします。そして参照をクリックします。先ほど保存をした PC のドキュメント内をまず開けます。これが今の PDF ですよね。PDF ファイルを選択して開くをクリックします。 するとこのようにメッセージが表示されます。時間がかかります。とか、それから特にグラフィックが多く使われている場合、同じにならない場合があります。などとメッセージが出てきます。これで OK を押します。するとこのように、ちょっと画面を大きくしますね。するとこんな感じになりました。 えー、クリックをすると、どうやら、ここにあるように、図形として配置されているみたいです。まあ、今回の場合は、図形が2つ。これが1つの図形で、これも1つの図形。で、なぜかここに、表が配置されているのがわかります。なので、これを少し、 表と図形をこの1枚に直していけばいいということになります。では作業を簡単にやってしまいますね。ではちょっとやってみました。ここに作業を行ったのはページ設定を余白を少し狭くしてそして図形を、まあ、ちょっとこのように1枚の図形になっているのでまあ大体この辺かなというのをこちらの元々の PDF を参考に こんな感じかなというように1ページに配置してみました図形が2つあってそして表が1つあるので全部で3つですねこの作業をするので、まあ、今回はそんなに難しくはなかったんですが必ずうまくいくとは限らないですねいくつに分割されるかもその PDF ファイルによると思いますこれにどうやって文字を入れるかというと えー、ワードを大きくしてみますね。挿入から、えー、ワードアートを入れてみるか。ここにワードアートが配置されましたので、書体を変更して、そして大きさをちょっと見ながらですね。変更しながら、えー、ここに文字を入れるということで、ここに名前を入れるように、川島玲子としてみました。 ちょっと大きい感じがしたらえ、文字の縮小ですね。フォントサイズの縮小を押しながら、このように箱全体を配置するというような感じでいいと思います。今回これでいいと思うんですが、この住所、一つ一つ全部に手入力するのではなく、一つ打ったこのテキストボックス自体、今回はワードアートですが、これ自体をコピーをして、コピーは この枠線を選択したこのマウスの形を確認したらコントロールキーを押しながらドラッグしながらこのように同じものを作っていってあとは中を長野県稲市というように文字を入力していけばいいと思いますこの中の書体に関しても好みがあるので自由に変更していただいて あとは、えー、印刷をかけて、えー、市役所に持っていくような形でいいと思います。ですが、もしかしたらね、えー、これをちょっと小さくしますね。今、この申請書の PDF、一番最初にダウンロードしたこの画面があったじゃないですか。一つの図形で、 え、キャプチャーしちゃうのが一番いいのかなと私はちょっと思ったのでやってみますね。では、この状態だと1画面に全部映ってないんですね。その場合、ファンクションキーの F11、これを一回押します。押さないとこういう感じ。通常はタブが表示されたりしてるんですよね。えっ、ー、と、ちょっと画面を下げるとわかると思うんですが、 えこんな感じだと思います。F11 を押すとこのように全代画面になって上から下まできれいに表示されるようになりました。これをキャプチャーすればいいと思うんですね。画面のキャプチャーは前回も行いました。何回か動画でも紹介しているんですが切り取りスケッチというのがありました。この状態で切り取りスケッチを出すには キーボードにある Windows のマーク、ロゴキーを押して、そして Shift キーを押して S を押します。ではやってみます。Windows マーク、Shift、S。するとこのように画面がふわーんと暗くなりましたね。そしたら左上から右下に向かってこのように画面をキャプチャーします。離すと今のものがキャプチャーされました。 バツで一度閉じて、インターネットは終わりました。では、ワードを新規作成します。白紙の文章を出して、この状態になったら、貼り付けのボタンをクリックします。するとこのように画面にいっぱいにキャプチャされた図形が1枚として配置されました。レイアウトオプションから、一番右側にある全面、 これをクリックすることで今度自由に動かすことができます。あとはこの左上から右下に向かって画像を大きくしていけばいいと思います。この大きさに関してはもう自由なので大体で確認をしながらキャプチャーをしたものを拡大していけばいいと思います。ワードで出すにはこんな感じでいいのかなと思います。 まあ、ワードがいいかどうかはちょっと私的にはいまいちかなという感じがします。では、次の方法をご案内しますね。では、次の方法をご紹介します。次は、ウェブ上で作業を行うものになります。無料で使えて、しかも Google のアカウントをお持ちであれば、 ドライブに入れて、そこから作業を行う方法になります。では、まずインターネットを表示します。今、画面の右上に私の顔アイコンが出ているので、ログインをした状態になっています。ログインをしていない場合は必ずログインをしましょう。そして、Google ドライブに、工程としては Google ドライブにアクセスをして、その PDF ファイルをアップロードします。そこから、 書き込みをする作業を行っていきます。まずは Google ドライブを表示させます。この状態でログインしていれば、この左側のところに、このタイルが表示されます。Google アプリ。これをクリックします。すると、ここで、ここですね。ドライブ、Google ドライブがあります。クリックをすると、インターネット上のドライブの中を今表示しています。 ここに先ほどのファイルを入れていきます。ファイルの入れ方はいろいろあるんですが、ドラッグをしてもいいし、もしくは新規をクリックをし、ファイルのアップロードをクリックします。先ほどのこれですね。この PDF のファイルを開くをクリックします。すると画面の右の方に1個のアップロードを完了とありました。あっという間にアップロードをされました。 ファイルはこちらになります。では、これをクリックします。後ろに少し透かしでえ中のドライブが見えるんですね。閲覧する状態なんですね。閲覧するだけでえダウンロードしてもいいんですが、今回はここに書き込みたいんですよね。この方法がいくつかあるんです。この画面中央にあるアプリで開く。これをクリックします。 すると、Google のドキュメントなどが表示されてくるんですが、ドキュメントというのは、インターネット上の、まあ、ワードみたいなやつですね。それで作業をしてもいいんですが、今回はそうではなくて、ここにあるルミンっていうのかな、えー、読み方はわからないんですが、この PDF、これをアクセスします。すると、このような画面が表示されます。えー、この画面が、 表示されたら真ん中のアプリを開くを必ず押してください。もしその後に止まってしまったように画面が見えたらもう一度やってみてください。すると開くようになると思います。PDF に書き込みしたりすることがウェブ上でできるようになっています。無料の場合はすべて使えるわけではないんですがテキストを入れたりすることはできます。ではやってみたいと思います。 この t というマークテキストになりますのでこれをクリックしますそうすると画面上にマウスを持ってくるとポインターの形がこのように10という形になりましたでは左上から右下に向かってこのようにドラッグをしますクリックでも大丈夫だと思いますこの状態で名前を打っていきますかわしまれいこ と文字を入力しました。何もないところで解除をするとこんな感じになっています。これだとちょっとなと思うと思うんですね。このままでは使えないので少し直していきます。まずは選択をした状態でここの真ん中にスタイルというのがあるんですね。スタイルを変更していきます。クリックをするとこのようなメニューが表示されました。 ここで見ていただきたいのはまずこの3つなんですね。テキストカラー。これ日本語で直した方がわかりやすい方は、えー、翻訳と出た時に日本語に直すといいかもしれないですね。今回そんなに難しいものは使わないので、このまま作業を行います。これはテキストカラー。つまり文字の色ですね。文字の色が今ここ青くなってますよね。ここ見るとカラーが 青くなっているのがわかります。そしてこの真ん中、ボーダーカラーとあります。クリックをすると、ボーダーカラーというのは、この箱の色ですね。箱の色黒で選ばれているんですが、これはいらないと思います。なので今回はこの白にしておきます。そしてこれは、要は塗りつぶしの色です。塗りつぶしも今回しませんので、これでいいと思います。 このようにここでまず選んでそれぞれの色を設定したりしていくという形になります。今回は文字の色はやっぱり青ではなくて黒にしたいのでこの AA というテキストカラーこれを選択した状態で文字の色を黒にしていきます。黒を選択するとこのように黒くなったのがわかります。この一番上のものは 透明度を表すようです。このようにしていくとわかると思うんですが、濃かったり薄かったりするのがわかりますね。今回は真っ黒でいいので、一番右側の100%にしておきます。続いてこの真ん中は、ドラッグするとわかるように、このように文字が移動していくのがわかります。今回は真ん中にしたいので、ここで様子を見ながら調整をしていけばいいと思います。 またこの下はテキストサイズになるので、この文字の大きさをこのように変更していくようになります。設定ができたら何もないところでクリックをすることで、このようにテキストボックスが入れられるようになりました。コピーをする場合は、クリックをしてコントロールし、コピーをします。そしてコントロール V で貼り付けをします。するとこのように真上に コピーをされてしまうんですが、このようにドラッグをすることでコピー貼り付けもできるようになります。では、住所の方を選択をしたら、長野県、このように住所を配置してみました。一度コピーをしたものはずっと覚えているので、Ctrl-V を押せばまた同じように このようにドラッグをしていって、いろいろなところに貼り付けをすることができるようになります。だから一番最初だけですね、スタイルの設定をしなければいけないということがあります。最後できましたら、印刷をする場合は、このプリンターのマーク、プリントをクリックします。するとプリンターの設定が表示されますので、今回はすべてで1ページでいいので、 両面印刷でもないので、これで印刷をしたいと思います。一番下にある印刷ボタンをクリックします。ダウンロードして自分のパソコンに保存したい場合は、このダウンロードをクリックします。この一番右側にある、えー、このボタン、これを押していただいて、Google ドライブに保存したい場合は、選択をして選択ボタンを押しましょう。 すると、このように、きれいにテキストが入っているのがわかります。結構きれいにできますね。 先ほどのワードに図形を入れるよりは、私はこちらの方が、えー、シンプルでいいかなと思います。英語でわかりづらいなという場合は、このインターネットのエッジには、この翻訳の機能があります。画面のここですね、翻訳オプションの表示。これをクリックしていただいて、日本語で合っていれば、これで翻訳を押します。すると、 英語だったものが日本語に変わっているのがわかります。先ほどプリントとありましたが今度印刷になっています。注意点があるんですが、このように PDF をダウンロードするページに Adobe Acrobat Reader DC のダウンロードページへどうぞというのがよくあります。ここをクリックしていただくとアプリをダウンロードするページにジャンプします。このまま 何もよく見ないで、アクロバットリーダーをダウンロードすると、ここにチェックが入っているものはすべて、はいということで、ダウンロードをしてしまいますので、今までと違ったことが当然起きるはずですから、このチェックはいるかいらないかをちゃんと確認をして、そしてダウンロードするようにしてみてください。このアクロバットリーダー DC にも書き込む機能はあると思います。 では、三つ目を行います。こちらは、同じようにウェブ上で行うんですが、先ほどのように Google でね、アカウントをログインして、ドライブに入れてということはしないで、そのまま直接アクセスをして行うものです。無料で、そして会員登録もしないでやってみますね。今回ご紹介するのは、LightPDF というサイトになります。アドレスは、 概要欄の方に貼っておきますね。私はよくスモール PDF というのを使っていたんですが、どうやらこの編集を先ほどやってみたらうまくいかなかったので、こちらで試してみようと思います。では、この画面はとてもシンプルでわかりやすいと思います。いろいろなことができるようですが、今回は PDF に文字を入れるということで、PDF 編集、こちらになりますね。 では、ファイルを選択をクリックして、ファイルを挿入していきます。開くボタンをクリックします。すると、画面が表示されました。今回は、この A という文字、テキストを入れたいので、A を選択した状態でクリックをします。では、川島、レイコと入力をします。 文字の色は赤ではちょっと困るので、黒に今回はします。サイズはこれで良さそうなので、このように配置をしていきます。指のマークを押すと、この枠線が解除されました。例えばここにあるように、チェックを入れたりするのってありますよね。その場合は、もう一度 A のマークをクリックして、そして、チェックと入れて、この記号を入れます。 指のマークを選択をして、このチェックマークをチェックボックスの上に持っていきます。これで完了したとします。フロッピーのマーク、この保存のボタンをクリックします。するとこのように編集中と画面が表示されてきました。少し待っていますえ。パーセンテージの送り方を見るとそんなに早い感じではないですね。 ファイルはダウンロード可能になりましたと表示されましたので、この矢印のボタンを押します。するとこのように画面の左下に PDF と書いてあります。このまま開いてもいいんですが、どこに保存されたかというと、エクスプローラーを選択をして、何もしないでインターネットからダウンロードしたものはダウンロードフォルダーに入ります。 ダウンロードをクリックします。これですね、今日行ったものはダブルクリックをして開いてみます。するとこのように名前とそれからチェックボックスの中にチェックを入れた PDF を作ることができるようになりました。この方法は先ほどみたいにアカウントでログインをするなんていう必要がありませんし、また何かのアプリをパソコンにインストールする必要もないです。 とても手軽でいいと思います。最後にオプションでえ iPad などで PDF をダウンロードするということをちょっと知っておいてほしいことがあったのでご紹介しておきますね。では今 iPad の画面を表示しているんですが先ほどと同じこの稲市のね、証明書の交付請求書窓口申請用というのをダウンロードしてみたいと思います。 ではタップをします。するとこの画面が表示されました。この画面の右上の方にこの共有のマーク、こう上の矢印が書いてあるマークがあるんですね。これをタップします。するとこれをどうしますかと聞いてくるんですね。この時にこの上のアイコンでブックにコピーというのがあります。この iBooks のことなんですが、 iBooks は必ず、どの iPad にも、それから、あまりね、iPhone とかはないかもしれないけれども、iPhone にも必ず iBooks っていうのはあるんですよね。別途インストールを追加して入れる必要はありません。なので、ブックにコピーをタップしますが、もしこの一覧にない場合は、一番右側にあるその他、これをタップしていただいて、そして追加をしていくということがいいと思います。今回はもう追加してあるので、 このアイコンからタップをしていきたいと思います。ブックにコピーをタップします。すると iBooks に今の PDF を送ることができました。では今のを起動します。ちょっとね、画面をこうして開けてみてタップをするとこのように画面の右上に鉛筆のマークが出てくるんですね。この鉛筆のマークを押していただくと 画面の今度下からこのようにマーカーなどが出てくるんです。今回はマーカーなどの説明ではなくてテキストを入力したいので、プラスのボタンをタップします。するとこの一覧にテキストというのがあるんです。テキストをタップしますと、このようにテキストと画面の中央に表示されます。ここで必ずトントンとダブルタップを押すると、下からキーボードが出てくるので、 ここで入力をします。日本語入力にしたいので、英語ではないですから、長押し、地球儀のマークを長押しして、日本語ローマ字に今回はします。ではえ、名前を打っていきます。文字が打ち終わったら、キーボードの下のこのマークをタップして、キーボードを下げます。あとは、このように、こちらに、このように持ってくれば、 pdf を作成することができるようになりました。もしこの状態でエアプリント、ネットプリントができるプリンターであれば、この上の共有のマークを押していただいて、さらにこれをプリント、印刷をするということをしていただければ、プリンターを選択して印刷をすることができます。iBooks おすすめなので、ぜひ使ってみてくださいね。 では今日はここまでにしたいと思います。今日は全部で4つの方法をご紹介しましたね。Word、そして Google を使ってルミンというアプリで行いました。その次に、w r i t PDF、これが一番おすすめかもしれませんね。そして最後にオプションとして、iPad で文字を入れる方法を行いました。 私としてはワードがもうちょっと頑張ってほしいかなというふうに思いました。皆さんはどんなふうに思ったでしょうか。では今日も長くなりました。これで最後にしたいと思います。最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。ではまた次回お会いしたいと思います。ごきげんよう。まったねー。 コントロールシフトの M これ違うコントロールシフトのではまた次回お会いしたいと思います。まったねーごきげんようまったねーあじゃあご,きげんごきげんようまったねー